はい、無事手続きが終わりました。今ちょうどフェリーが入港してきましたね。おそらくあれに乗るんだと思います。はい、グリーンワークが出てきたら、その出てきたところを逆行して。あー、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。どうも。おっしゃー、乗船。お願いします。よし。こっちが入り口らしいですね。よいしょ。あ、なるほどなるほど、こうなってるんですね。 OK、 よし、はい、いや、来た来た。さあ、ちょっと休憩します。あ、無事に店内に入ることができました。はい、無事、フェリーに乗ることができました。バイクは一番乗りでしたね。全然他にもいなかったので、余裕でバイクも当日で乗ることができます。無事島原港に着きました。バイクは一番最後みたいですね。一回下船してからですね、写真を撮ったらば、そのまま今日泊まるホテルに向かってチェックインしに行きたいと思います。よっしゃー、下船だー。と写真を1枚撮りたいな。よっしゃ、いいでしょう。さあ、では向かいましょう。長崎に来るのは初めてですね。よいしょ。よいしょい。来る前にね、長崎に来る前に熊本でガソリン入れてきちゃったんで、ガソリンがねなくなる心配はないですね。ちょっと小雨がパラついてるのかな。今日は長崎のホテルに入ったらですね、まあ夕飯を食べに外に行きますけれども、観光はねそんなに行く予定もないんですよね。まあ出島とか、それからメガネ橋ですか、その辺りちょっとね見れたらなと思いますけれど。
天気も悪いし、早々にホテルに戻ってですね、のんびりしたいと思ってます。ここを左、いやー今回ねツーリング出る前に出発前に自宅でね整備した時にチェーンもね伸びをチェックしたんですけれど、なんかねその時からまたさらに伸びたっぽいですね。チェーンがだるだる、なんかギアチェンジする時にガシャンガシャン言ってるから、多分あれですね、スイングアームちょっと干渉してるんですね。帰ったらもうすぐに整備したいです。確か長崎は坂のね多い街並みだった気がしますね。どんな感じなんだろう、初めて行くところは本当ワクワクしますね。熊本から島原に渡ったのフェリーも結構利用客が多かったですね。車以外でね、普通に一般乗船されてる方も結構いらっしゃいましたね。地元の方もね足代わりに結構熊本に出る際には使われたりするのかもしれないですね。あとですね、さっき旧正フェリーに乗る前にですねチケットを買う際に、まあ、ヘルメット脱いで、ヘルメットを手で持ちながらですね、チケットの発券カウンターまで行ったんですけど、その際にヘルメットの中に突っ込んであったインナーキャップ、ヘルメットをかぶる際に、まあ、直接ヘルメットをかぶらずにですねインナーキャップをかぶってからヘルメットを装着するんですけど、このインナーキャップもどうやらそこで落としてきてしまったみたいですね。いやだんだん旅も後半になると疲れが溜まってきて集中力が欠いてくるのか、落とし物がね出てしまいましたので、この後ちょっと気をつけていきたいと思いますね。まあインナーキャップなんて別にね全然あってもなくても問題ないんですけれど、お財布とかね携帯とかカメラとかそういったものをねやっぱり落としたりなくしたりするとね、後がものすごく困るので十分に気をつけたいと思います。終わり良ければ全てよしってね言いますけど、まあ本当その通りなんですよ。最後ね絶対に必要なものだけは絶対に落とさず壊さずなくさず無事に帰宅して初めてねその旅が楽しかったと思えるわけですから、これでね本当余計なケチをつけるようなことをしちゃうと帰ってからもねこの旅がね半減、楽しみがね楽しみというか楽しい思い出が半減してしまいそうな気がするので、その辺は要注意ですな。帰ったらねしっかりモンキーを掃除してきれいにしてですね、チェーンも再度調節してオイルもねきっちりとさせてやろうと思います。伊勢早なんだ、雲仙グリーンロードだって。あれもしかしての山越え、まさかね、ちょっと山越えはしたくないな。そういえば結構ね海沿いの
町々をこう渡ってきてますけれど、なかなか海鮮料理にありつけてないですね。まあ高知ではね、お昼にカツオのたたきを食べましたけれど、それ以外は結構コンビニ飯がね、夜は多くってねえ、なかなかね、美味しい地場の食べ物を食べれてないんですよ。まあ熊本は良かったですけれどね。なので、今夜こそは長崎で何か魚介系のものが食べられたらなと思います。明日はね、おそらくまあ天気も悪そうなので、長崎を出た後、まあ途中の朝倉市には寄るんですけれど、ちょっとしっかりとしたお昼が食べられるかどうかは疑問ですね。門司港についてね、フェリーの中にも乗船して入ってしまえば、またフェリーの中でね、売ってる簡易的なねご飯を、買ってレンジでチンするっていう感じになるでしょうから、今晩が実質上最後のねチャンスかもしれませんね。長崎市に入りまして、今ホテルにチェックインしました。長崎市に着くちょうど20キロぐらい前から雨が結構降ってきちゃいまして、ちょっとこう雨宿りできる軒先とかを探してですね、そこでちょっとこうカッパに着替えたりして、途中ねそんなことやったもんですから、少し時間食っちゃいましたけれども、無事に、なんとか着きました。いやー、やっぱり雨の中は結構きついね。明日は一日雨が降るっぽいので、GoPro もですね防水ハウジングに入れて、明日はもう録音せずに、もう録画だけで行こうと思ってます。はい、疲れました。ちょっと休憩したら夕飯でも食いに外に行ってこようと思います。それでは。